こんばんは。始まってるかな。こんばんは。野村奈緒です。すごい前髪が悲惨なことに。こんばんは。なんか今日は雨が降ってて外に出たら髪の毛がボサボサになりましたということで、ボサボサの髪の毛で配信してます。ごめんなさい。前髪切ったでしょ。ちょっと前に切ったかな。でも、もうとっくの前だからわかんない。金曜日くらいかな。無言色っぽい。ありがとう。メイク変わりましたね。あ、今日はもうぐちゃぐちゃだよ。もう外出たからね。リップ変えた。マリアンヌさんからもらった、お土産でもらったリップなの。最近紫色してて、なんかね、自分に合わせて色が変わるみたいな。最近ハマってるの、それに。わあ、クマのぬいぐるみが3つも飛んできた。ありがとう、韓国とさんだ。ありがとう。握手会にも来てくださって嬉しい。なおちゃんに会いたい。ありがとう。会おうね、今度。みんな握手会とかで待ってるよ。やってるよ。ありがとう。今何時だろう。39分だもん。20分ぐらいしかできないや。さっきね、キラちゃんと電話してたんだ。元気そうだったよ、キラちゃん。なおちゃん、手紙読んだ？最近、劇場に行くことがないんで、まだ受け取ってないかもしんない。受け取ったら、ちゃんと見ます。ちょっと待ってて。リップ、あ、近く、めっちゃ近くに落ちてたわ。これマリアンヌさんがくれたの。これ使ってる。シブとユーチューンとはね、あんま連絡取ってないかな。Kiss me baby, kiss me baby。 昨日はミヤちゃんと特徴したよ。だって、お、落ちてたっていうか、ね、机からね、落ちちゃってた。クッションの上にあった。あ、びっくりした。キラちゃんから不在着信2つも来てて、間違えたって言われた今。メイク変えてないよ。前髪がね、今日は髪の毛と前髪がボサボサだからかな。あと、あの花を見るその度に思い出すのはどうしてなんだろう。前髪、うん、笑わないで、恥ずかしいから。もう雨でね、雨に濡れて帰ってきたんですよ。
行きも帰りにも雨にびちょ濡れですよ、もう。まだ高校生だよ。高野なら永遠。そうですよ、もちろん。わ、三重春さんがすごいいっぱいドラマを投げてる。ありがとうございます。野村は常に傘持ってる。そんなことないんですよ。たまたま今日は忘れちゃったんです。雨すごかった。そう、すごかったけど、そんなが歩いてきたよ。 読売ランドがめっちゃ山奥ってキラちゃんが送ってきた。そうなんだ。そう、遊園地に行きたいんだけど、なんか遊園地どこがいいかなって言ってて。そういうことだよ。前髪切った。だいぶ前に切った。長島スパーランドでしょ。だってロープウェイ使うので。あ、そうなんだ。なんか松岡のちゃんと同級生で。そうです。ひな人出るって言われない。コスモワールド、どこそれ。長島、わからん。どこや。やっぱ富士急。だから富士急やっぱみんな行くよね。行ったことないわ。あ、野村です。ありがとう。野村さん今日美しくないんですよ。あまり髪の毛ボサボサで、しかもメイクもぐちゃぐちゃで。ありがとう。でも嬉しいよ。そんなことないよ。それ棒読みのやつやん。村テレビの社長。そうなんですよ皆さん、アイカブもうやりましたか。なんか、アイカブで、私、野村テレビの社長なんですよ、実は。テレビ局の社長ってすごくない？皆さん、ぜひ、やってください。アイカブ。皆さん、アイカブだっけ？名前。アイカブだよね。すごい、楽しいと思います。株の練習みたいな感じでやってる方とかもいるかもしれない。株買ったよ、ありがとう！皆さん、ぜひ野村をどんどん上に押し上げましょう。金星無課金でもできると思う。来週 AKB ショー出るね。そうですよ、 NGT の潜入してきたので見てください。昨日の全額行ったよ、ありがとう。ルール難しい。やっぱそうだよね。なんか難しそうだもん。宮丸とです。NGT の仲いいの誰？西村菜々子ちゃんとかかな。なんか中井梨花ちゃんとも割と話すかな。NGT の中だったらもうあんまりね、話さないけど。あと、アイニャ、レイニャとか。その辺かな。まうちゃんとかも結構私好きって言ってくれてるから嬉しいし。そう。中井レイン行った。ありがとう。中井梨花話すんだ。話します。今、なおちゃんが一番したいことって何？今、なおちゃんが一番したいこと？買い物かな？欲しいものがたくさんあるんですよ。ここにね、なんか、皮むけちゃうんですよ。乾燥しすぎて。なんか今ね、ジェラピケと、アディダスのジャージと、ちっちゃいね、お財布が欲しいの。なんかね、私、おっきい長財布あるじゃないですか。あれしかないから、ちっちゃいカバンにね、入れられなくて、大変だから。今欲しいものはそんな感じかな。なおちゃんとさとねちゃん同じ身長くらいなのね。私の方がちょっと高いよ。ビビアンの財布おすすめ。そうなんだ。アイリアスのジャージって完全にファッションの一部になったよね。確かに。で、私は普通にレッスン着として欲しいかな。確かに普段それで出歩こうとしてるけど、まあ、エリーがでかくなっててびっくりした。エリーは私より背高いよ。前髪切った。うん、ちょっと前に切った。めっちゃ聞かれるやん、その前髪切ったってやつ。切りましたよ。短くなりましたよ、だいぶ。君だり、あゆちゃん、生歌でビビった。あゆちゃんね、面白いよね。なおちゃん会いに行くよ、名古屋行くよ。だってありがとう。三重原さんじゃん。
古ぞ見えはる水野村美代とは野村奈緒じゃないんだ、野村美代になっちゃうのね。なんかこの間昨日おととい、わかんない、なんか善悪でみんなが十六期のみんなが頑張ってるの見て、私も頑張んないとなってすごい思ったんですよね。なんかビギナーとかもやったことないし、やりたいなって思った。なんか私たちはそういう公開フリーとかしたことないからあれなんですけど、やってみたいなと思ったし、すごいなんか泣いてる子とかいて、あ、こんな風になるんだと思って。そう、16期ではね、前田彩香ちゃんとかはしゃべったことたくさんある、喋りかける。あとはずんちゃんとかかな。ハリマナナミちゃんがね、エリーがすごいハリマちゃんのこと好きで、ハリマナナミですっていうね、なんかモノマネをめっちゃ聞かされるっていうね。16期最近すごいだいぶ覚えてきたかな。でもまだあんまりね関わりがないから、ちょっともうちょっと関わって自分から積極的に話しかけたいです。せっかくだから仲良くならないと。ずんちゃんめっちゃキャラ変わったよね。なんか新幹線のトイレのさ、モノマネとかしてたのにさ、今めっちゃ可愛い系でさ、なんかびっくりしちゃった最初。お、そう、私ね覚えられないんですよあんまり。だけど覚えなきゃって思ってます、ちゃんと。16期全く分かんないよね。いやいや、あなた16期のこと好きでしょ、みんな好きでしょ16期。でもそれ以上に野村が好きなんですよね。皆さんありがとう、知ってるよ、ありがとう。否めないとは、もう皆さんちゃんと野村のことを押してください。エリーとハリオなのになんか似てるところある。あ、わかる、それめっちゃ確かに似てるよね。なおちゃんがナンバーワン、ありがとう、押してるよ、押してる、ありがとう、本当にありがとうございます。一押しにしてね、一押し野村ってことでよろしく。押すメリットはいっぱいあるよ。楽しい、友達みたいな感じだし。あとは何かな、グラビアができたらグラビアとかね、ぜひお仕事いただけたらやりたいですね。シロマミルさんに似てるね。嘘、それ言われるのめっちゃ嬉しいよ。めっちゃ可愛いじゃん、だってミルさん。バニーガールが見れる、見れないよ今はね、覚えられないけど。とはまたマリアちゃんに似てきた、嬉しい。マリアンヌさんに似てるって言われるのもすごい嬉しい。わ、花束飛んできた、ありがとう。はやちゃんさん、ありがとう。お、昨日写メ会ありがとう、緊張してお話できなかった。じゃあ今度はもっと喋りましょうね。宮丸となっちゃんの声似てる。そう、似てるの、私たちの声聞きに来て。窓全開ですか。全然換気扇回してるから音うるさいんだと思う。野村さん体調大丈夫、めっちゃ元気。そう、いつもそれ心配されるの。最近ね、テンションが普通、テンションあんまりね上がってないからだと思うんだけど、ちょっと気をつけるね。3期の松雪に似てる。そう、本当に嬉しいな。あと10分だって。嘘、じゃあちょっと皆さん頑張ってください。順位発表は5位から1位までの順位発表するので、頑張って台に乗ってください。次変わったらランキングが発表します。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。
風の中を力の限りただ進むだけ、その距離を競うより、どう飛んだかどこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日。さやかちゃんがなおちゃん綺麗って言ってた。嘘、嬉しい、すごい、ありがとうございます。すごいありがとうございます、嬉しいな。思うようにいかない、諦めてしまいたくなる、後ろを振り返るなよ、努力したとか頑張ったとか口にするな、今の自分見せてみろ、ここがロドスだ、さあここで飛べ、おうおう、 Yeah。 あなただけがキャパシティ、他の人は無理なの、一人しか愛せないわ。皆さん、次順位が変わったらちゃんと発表するんで頑張ってください。5位から1位の発表しますよ。チクタクチクタク、タタ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 タ稲妻に打たれたの。 Fall in love、 理想のタイプだとかここに惹かれたなんて思い出せない、スピードで目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた、ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた、ビンゴビンゴ、今日までは決め振らず待っていてよかったわ、運命を味方に、ラブラミドゥ。この曲すごい好き。わけなんて何もない、紹介された瞬間稲妻に打たれたの、ってことは紹介されたその一瞬で好きになったってことだよ。一目惚れやで、A メロ好き、わかる。あ、順位変わったかな？変わってないかな？いつ変わるんだ順位。変わってないよ顔。顔変わった？メイクかな？あの前髪とかかな？時間がない。嘘、時間ないね。じゃあもう順位発表しちゃうね。変わった？もうちょっと、あ、変わったね。発表します。5位ミシュランさん、4位マサットニョーラーカッコ野村直しさん、ありがとう。3位ブルゾミーハル水野村美代さん、ありがとう。
あれ、野村奈央じゃないの、水。水野村奈央にしといてください。に、落ち武者と野村の劇場トレーディング生写真セット収集は否めない。ありがとうございます。1、カズアット、カン北斗さん、ありがとう。皆さんね、ぜひアット野村奈央とかアットニャオラとかつけてくださったら私のファンなんて分かりやすいのでよろしくお願いします。太陽は何度も夢を見る、分かりました。だってありがとう、みんなよろしくね。イエーイ。だだらだったらな。走れ私全速力で渋滞した、バスから降りたら走れ私愛のために道を渡って青春が息をする。あと2分。メイク薄い方が可愛い。ありがとう。男の言うこと信じないわ、見え隠れする二枚の下、なりたい美白が、なりたい美白が、心を抱かれて。眉毛とかマリアキっぽい。嘘、眉毛の形変えたいんだよね。あと1分。そう、おでこ、チクタクチクタク、チチ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 チ、すごい顔って感じ。ということで皆さんありがとうございました。おやすみ、バイバイ。今日来てくれてありがとう。おやすみ。なんだっけ、バイバイ、おやすみ。また明日。